歌舞伎俳優、市川海老蔵の自家用車が29日、何らかの事故で一部損傷した。同屋の公式ブログで報告した。海老蔵はこの夜、食事の席で飲酒したようだ。ということで自分では車を運転できず、ブログに掲載した最初の写真は、自分の車の助手席に笑い、続いて謎解きをした。代行タクシーです。笑い、お酒飲んだのでござるよ笑い。その代行タクシーが発進してすぐ、だけど、涙、いきなり車軽めに破損した。う。何らかの接触事故で愛車の一部を破損させてしまったらしい。もちろん大した事故ではなく、海老蔵も、まあいっか笑い、難しい車だし笑い、しゃあないということで。30日朝のブログでもこの件に触れ、車破損朝もう一度見たらそれなりにショック。でも、まあいっか笑い、と書き込んだ。海老蔵自身、2010年にはアウディを車庫入れする際に誤って擦ってしまったことがある。代行タクシーの運転手を過剰に咎めないよう、気配りが見える書き込みだった。